OK ですね。どうも、お疲れ様でした。ほんと疲れた。こんにちは、梅ひろしです。資生堂秋のテーマソング完成の瞬間です。アリスの堀内くんも頑張りました。さあお聞きください。君の瞳は1万ボルト。扉の瞳に誘惑の影に金木犀の咲く道を銀色の翼の馬で駆けてくる20世紀のジャンヌダークよ。あるよ、仕事を終えた僕は疲れ果て放送局の廊下のベンチに座っていた。と、誰だろう。わあ、素晴らしいプロポーション。サイズは多分92、58、92。来た来た。お名前は？ルーシー島田です。思わず見上げた。君の瞳は1万ボルト。ルーシー島田です。今私はカナディアンアカデミーという学校に行っています。私は今神戸に住んでて、生まれたのも神戸なの。山と海があってすごく素敵な街なの。やっぱり住むんだったら一番神戸がいいな、なんていつも思ってるの。みんなもどうぞ遊びに来てね。資生堂この秋の1万ボルトガールルーシーでした。でも1万ボルトって何でしょう、岩崎直子さん。はい、目元の1万ボルトは新発売の資生堂ベネフィックグレッシーアイシャドウ6色、グレッシーアイライナー4色です。いつも適量がワンタッチで使えるスリムなアイシャドウと繊細なラインが滑らかに描けるアイライナー、アイメイクアップの1万ボルトコンビです。口元の1万ボルトは資生堂ベネフィックグレッシーリップスティックですね。ちょっと深みのある鮮やかな新色3色を加えた全10色です。それではお肌には、9月21日新発売の2色を加えてグレッシーファンデーション全7色です。この秋グレッシーメイクアップで君の瞳は1万ボルト。こちらは品川スポーツランドの大会場でございます。秋冬建造コレクションの今真っ最中、お客様に岸恵子さんをお招きしております。よろしくお願いします。どうぞよろしく。今日のショーいかがですか、ご覧。そう、本当に素敵ですね。こう若々しくてこうエネルギッシュでね。それからテーマがお坊さんとか兵隊さんとか大変フォーマルなものから発想されてるのに、それを崩したこのおどけっていうかしらね、ユーモアっていうか、こうキラキラしててとてもいいと思いますね。ちょっと話が一つ先進むんですけども、はい、おしゃれとかメイクアップのポイントについて岸さんはどう思われますか。これは多分健三さんのご意見も同じだというふうに思うけど、やっぱり私は、ね、細かい部分のね、おしゃれというよりも全体のハーモニーというのはとても大事だと思うんです。だから小さな鏡で見たこじんまりしたおしゃれよりバッと引きを持ってね、姿見を遠くから見て、その中で整ったハーモニーにポッと一つポイントをつけるというおしゃれ、それがとっても大事なような気がしますけど。ありがとうございました。眩しすぎる朝に出会った時の、そんな心のときめきを、全体が溶け込むように調和の取れた中で、どこか一つが光る嬉しいメイクアップ、この秋資生堂のテーマです。君の瞳は1万ボルト。8月21日から資生堂化粧品コーナーでグレイシーメイクアップをご紹介しています。ご来店をお待ちしています。君の瞳は1万ボルト。